ジャックルノは、フランス出身の現代音楽の作曲家。スイス在住。基本的には独学だが、マウリツ・ヨーカー・ゲル、シルバーのブッソッティ、カール・ハインツ・シュトックハウゼン、フランコ・ドナ・トーニのマスター・クラストを受講した後、オリビエ・メシアンの推挙でロワイアンフェスティバルで1968年にデビュー。ドナ・トーニとの出会いが作風を決定的にしたと語る、彼は、 現在でもエクリチュールの完成度を追求する硬派の作曲家である。ピアノ独奏作品からオペラまで幅広いジャンルで作品を生み出している。独創作品では単一の音歌の急速な連続による清々しさが特徴であり、ピアノ独奏のための12の練習曲の第5番が典型レートをみなせる。室内楽作品では複数の楽器に非合理事家を割り当てた巧妙な リズム方法が効きものである。音色のバランスがいかなる時にも崩れない点に、フランスの伝統美を乱す聴衆も多いことであろう。スペクトル学派のように、未聴感を追求するわけではなく、一つの素材のバリエーションに造形感覚を与える点が、ドナトーニーの剥き出しの荒さとは異なっている。百九十二年のオリビエ・メシアン没後、既存の出版社との契約はほぼ、すべて打ち切り、 自社レーベルを立ち上げて、先週を楽譜と CD で販売している。日本人演奏家、石雄介によるディスクなど、アジア系からも評価は高い。近年は、ピアノのためのバガテルなど、楽奏のミニチュア化が好まれている。75歳に達しようとしているが、創作力は全く衰えていない。 独走20層二重層三重層弦楽四重層根性四重層五重層六重層七重層八重層。ありがとうございます。